はい、超役太郎です。ここ最近で一番なんか怒れたっていうか、怒りがこみ上げるというか、その、なんてうの、この野郎みたいじゃなくて、静かにこの怒りが湧いてくるっていうか、こんな理不尽なことがあるのかなっていう話なんです。それは、スマイルアップのこの対応ですよね。まあ、旧ジャニーズ事務所。あの、もうちょっと状況が変わってきたというか、 ああ、もうやっぱりこういう会社なんだっていうか、これがまかり通ってっちゃうんだっていうのは恐ろしいなっていうことで、あの、順序で話をしていきますと、まあ、あの、えー、40代の男性が、今回のこの一連のジャニーズどうのこうのになって、えー、先月の13日、大阪の山中でご自身の,の命をご自身でねっていうことになったんです。で、ね、 ここのいきさつっていうことを多分、私も調べてって分かったんですけど、今年の5月にこの方は、ジャニーズ事務所に電話を入れてるんですね。こういうことがあったと。っていうか、まあこれでって、まあどういう入れ方かわからないけど、そして担当者から折り返しますって言ってずっと連絡がなかったんです。で、痺れを切らして、このこと、この9月ですね。そこから6、7、8、9と、ね。それからかけてる、でも、 9月っていうのは、ちょうど東、最初の会見があった頃ですよ。うん。最初の会見があった頃。ね。で、そこからも、もう連絡がないと。で、ご遺族の方と担当の代理人の弁護士の方は何もなかったっていうふうに言ってるんですね。 で、その言ってることは、1995年、19歳の時に、その性被害にあったと。そこから体調も良くなく、えー、心の病気にもなってって、大変な思いして、この約20年間、ですよね。こう生活してきて、今回のことでって、こうアプローチをかけていったわけですよ。で、これに対して、このスマイルアップって、この名前も言うのも腹が立つ。何がスマイルだって。ここの名称からバカにしてるって、こんなことになった時に何がスマイルだ もう悲しいだ、もなんかこういうのがもう、はなんでこんな名前っていう話じゃないですか。保証。明るい未来はないよ。もう現在進行形でもう最悪のことが起きてしまった。ね、言ってるのは、えー、これね、恐ろしいですよ。この、第、えー、第三者委員会、え、仲裁委員会か。うん、第三者委員会か。の提言で、うーん。 これはさ、違う違う。だからややこしいんこいつら。あの、再発防止チームの提言により、第三者である救済委員会が対応するっていうことで、この救済委員会っていうのが2回、それから心のケア窓口から2回折り返しの連絡を入れてるって言ってるんですよ。だから自分たちは連絡入れてますよ。だけどそれに対して答えてないですよっていうような言い草に聞こえちゃうんですよ。わかんないですけど。ね。 こちら側は、被害者の方は、ね、かけたけど、5月と9月にかけたけど、折り返しがないって言ってるんです。だけど、その、なんだか、スマイルアップだかなんだかわからん、これらは、ね、救済委員会で心のケアの窓口は、かけてますよって折り返してますよでも、よく考えてみてください。この普通の状況じゃないわけですよ。で、で、苦しいながらで連絡入れてて、 ジャニーズ事務所に電話入れてるわけだから、折り返しの番号って普通その番号から返ってこないから出ないじゃないですか。ねよくわかんない番号からみんな出ますそんなの。まず、そんなんどこからかかってくるかわからないし。で、そんなこと言われても、で、結局これってさ、あの、あれじゃないですか、どうやって対応してるかってみんなさん疑問に思いますよね。なんか、あの、法を超えた。え なんかすごいことみたいだけど、何にもできてないしやってないってことでしょやってたらこんなことなってないよね。ね何か話があるときは電話で済ますのか、じゃあこっち来てくださいなのか、じゃあ今どうしてるのかっていうことじゃないですか、これ。うん。今どうやって生活していくのかってことじゃないですか、本当に。ねもっとはこの原因の一つっていうのはやっぱり誹謗中傷。ねこの恐ろしい。 ファンという名の暴力装置ですわ、これ。だって死に追い込んでるんだもん。これ。ねえ。目に見えない暴力装置ですもん、これ。そこまで追い込んでるんですもん。いやいやいや、それはあ,あなたの勝手にか思い込みでそうなっちゃったんでそういうことじゃないでしょ、もうこれは。そういう次元じゃないですよね。一人ずつはどうかわからないけど、ファンという名の制御ができないジャニーズ事務所、スマイルアップが制御ができない化け物を作っちゃったってことでしょうん。 500億だか何百億を生み出す。その、ジャニーズ事務所にとってスマイルアップには、もう物も言えない、言うこと聞かせれない、そっちの意向に従わなきゃいけない、とんでもない不安という名の、もう、そっちの意向でしか動けなくなっちゃってるわけじゃないですか、結局。だって自分たちが食って生活していく源泉は、その暴力の源の人たちの集団の、毎月の回避っていうことでしょ今こうなってるのは。 一応、コンテンツ活動、コンテンツは生きてるにしたって、この芸能活動とかほぼほぼ止まってるわけで、収入がないわけで、そこに頼らざるを得ないわけで、そこの移行を無視できないわけじゃないですか、結局。だから、社名変更もしない、会社も公開ないって言ってるのがもう袋叩きにあが、あって、もうなくなく変えなきゃいけないそんなことやってると、まともな人たちはやめていく対処する、対処して人たちに傷つける、文句言う。ねえ。あの果てに、その、 被害者だっていう人たちを急断していく。それに対して、コントロールできない。ね。あなたたちが、ね。希望中傷はやめてくださいって言えば加速する。よし、その逆だ一望中傷しろって。コントロール効かないですよ。こんなものを作り上げちゃったってことですよね。やめてくださいってもやまらないってこと。だからもう解散するしかないですよ、もう。本当に。ええ。で、こんな状況で、新会社でなんか、やるのって話ですよね。 ねえ、はあ。誇りとプライドを持ってやるんだ。ね残って、タレントして、として活動してる人たちはよし。でも、そうなれなかった人たちは、ずっと下向いて生きなきゃっていうことを言うわ、やるわけだよね。ちょっとの違いなだけじゃないですか。変な話。そこで、加害の程度がひどかったから、ね、やめざるを得ないのか、加害の程度が少なかったから、やってられるのかっていうこと もっと本当に闇みたいなこと言いたくなっちゃうよね、これ、おじさんは。こうなってくると。ね。感受性の強い子だけはやめることになって、なんとも考えない人。たまたま性的にそういうことが OK だった人だけが残ったのとか。もうそういう話になってっちゃう。言いたくないようなことまで、ここまで来るぞ。っていうのは、こんな言わなくてもいいようなことっていうのは、最悪のこと一番起こってはいけないこと。そうならないようなためにこうしたんじゃないんですかって話なの。 スマイルなんちゃらっていう会社はそのためじゃない、ないんですかそのために専念するって言い切って、東山さんがそうしたんじゃないですかもうやめるべきですよ。無理なんですよ。能力がないんです。こういうことは。もっと全然、それこそ本当だな。じゃあ弁護士さんとか、そういう、あの、そういった専門の人たち、大金を雇って使ってでもやるべきですよ、それは。ねえ。これどう、どうしていくつもりなんのかなね。 何も返す言葉はございません。言葉はありません。当たり前だよな。返されても腹が立つし。いいもんなんか。こんなことが起こっちゃうんだ。もう少しちゃんとやってると思ったけどな。何やってんのって。だから結局やりたくないんだよね。うん。なんかうやむやにごまかして適当にやって、うん。法を超えた対策ってか法を超えたっていうことがこういう結果なんだね。うん、やっぱり。 ちょっと難しいと思いますよ、もう。これは。<laughs> 第三者委員会、仲裁委員会と心のケアと。この人たちはどういう、あれなのかなどういうふうに思うのかなこの状態になって。ああ、ああ、ああ、しょうがないというふうなのかなもうそこは聞きたいよね、もう。何とも言えない、この状況っていうか。そりゃね、こんなこと言うと、あれかもしれませんから、全部、その、ね、この件だけのことじゃないのかもしれませんよ。 ひょっとしたら、いろんな他の辛労だとか、いろんな、でも、そういうことじゃないですか。ご自分でご、ご自分の、あの、そういうことがあるのは、その要因もある。だって、もうこれだと、学校や会社でそういうことがあったときに、会社のせいじゃない、学校のせいじゃない、他のことの悩みがあったんだ。ね金銭的な、でも、そこに至るもとは何ですかって話なんですよ。まあ、こういうことは、本当にしてほ、してほしくないなっていうふうに思いますね。 これはね、まあなんか今までやってきた中で一番この現在進行形でこういうことがなるってことは初めてのことなんで、非常に私もね、重く受け止めてるっていうか、うもう一つの要因は誹謗中傷っていうことなんですよ。誹謗中傷なんですよ。そりゃ私だってね、わかりますよ。こんな私57歳のおじさんだって、ちょっと前になんかあの、 今捕まってるね、つでね、突されたどうのこうの。そのことじゃないんですよ。当人との話なんかどうにでも話はしてませんけど、いろんなことで、いろんなことでどうにでもなるんだけど、そうじゃないところで。それを見た、彼の SNS だとか、そういうことが見たときに、そのバカにするような言葉まあ、おおむねね、なんか、思ったよりも、あの、シュッとしてるとか、若いとかっていうふうに、ね、肌まで綺麗とか言ってくれるようなところもありますけど、 その中で、やっぱり、ね、いくつかに、やっぱりその、聞きたくない言葉があるわけじゃないですか。ああでもこうでもって。ね、言ってる人は適当に言ってるのかもしれないけど、言われた方はやっぱり傷つきますよ、正直言うと。本当に。だって、私、まあそういうのは見るけど、5チャンネルなんか見ないようにしてるって言うけど、それもおかしくないですか自分のことがなんだかんだあんだ、らいこと書かれてて、見ないようにするって、これまともじゃないですよね、よくよく考えたら。 そんなの。ずっと悪口とか、なんか、あ、ありもないこと、適当なことって、例えばどこどこにいた、どこどこの組織にいた、どうのこの、違うんですよ。違うってことも言ってきれないし、こっちも。でも、そういうふうになると、そうだっていうふうになってっちゃうわけですよ。ね。逃げただの、逃げなかっただのね。女,女も、は、言ったんだから、状況も分かってないし、その言葉だけでどうこう言って攻め立てる。あ、もう、こういうことなんだ。うん。 私はまだ幾分こうやってそういうことに対しても違う形で発信したり発言したり自分で誘導したりこうやって温かい不安の人たちもいて理解もしてくれるところで留院を下げたりこう落ち着かせたりすることはできますけどあの発信力がない人っていうのがほとんどなわけですよ言われ放題なんですよ対抗手段がないんですよねやっぱり全体に向けて いうようなことね、私もこうやって言って東山さんのことを言ってますし、ああだこうだって、それ東山さんにしてみれば気分がいいことはなかろうと思いますようん。だけど、やっぱりある程度こうやって言ってると、私もそれは受け入れなきゃいけないわけですよ。自分も言ってるから、ある程度の批判やね。うん。そういう狭間の中でやってるわけですよね。うん。だけど、人間なんて勝手なもんで、自分は言っても人には言われたくないっていうのは、やっぱりどこかにあるわけですよ。うん。 まあ、そういうふうにならないようにやってるつもりなんだけど、あるわけですね。うん。で、非常にわかるんですよ。どっちもの。要は、いじめてる方の気持ちも、いじめに加担する気持ちもわかるし、いじめられてる側もわかりますよ。今、こうしてると。うん。ね結論は出ないようなことだけど、今後こういうことがないように、どういうふうに対処するのかっていうのはね、明確にね、また何にも言わないんだろうな。この人たち。 何にも言わない。だってそれはそうですよね。会見もあのまま。NG リストのこともあのまんま。何もかも適当。もうやりっぱなし。結論つけない。よくこれで今までやってこれたっていうことですよね。以上です。